左に踏み込む、手首にタメが生まれる、その時首が逆方向、胸椎が回る。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。今日のテーマは手首のタメを作るというね、まあいろいろな動画はあるんですけれども、少しですねまとめて、考えをまとめてもう一度アップデートしてお話ししていきたいなというふうに思います。まあ、いろんなレッスンをしていて、手首のためどうしてもできないという方に対するまず特徴がちょっとまず3つありまして、そこを挙げてみたいと思います。それはですね、まず力をね、グリップをゆるゆるにしすぎるということね。で、2つ目が力の入れどころと抜きどころが分かっていない、勘違いしている方。そして3つ目がシャフトのしなりを感じていない。ここら辺の3つの、ためを作れない人の特徴をまずお話しし、そこからどのようなドリル、どのような練習、どのような考え方をしっかりと理解していただければ、ためというものができるかどうかというところを解説していきます。これができればですね、クラブがここのダウンスイングに入っている瞬間にしなりを感じ、きっちりとそのしなりをインパクトでぶつける。飛距離は必ず伸びます。どうしてもこうほどけてる方っていうのは抜けてるんです。入れてるんじゃないんです。そこの勘違いを今日はね、分かると思うので、ぜひとも最後までご覧ください。このチャンネルでは私と20数年のレッスン知識経験を全て公開している、そんなチャンネルでございます。もし興味のある方はチャンネル登録をしていただければ幸いです。それではレッスンの方に入ります。どうぞ。手首のためを作る方法というね、まあ、ちょっと簡単なようで難しいんです。ここのねためっていうのはね、プロのように、溜めれないっていう方が非常に多いと。で、こう、今ね、溜めを作ってちょっとスイングしてみました。これではこう、ノーコック目で、切り返しのところで深い溜めが入ってくるような。このようなイメージですね。狭く降りてくるような。まあ、ここまで溜めを作ってしまうと振り遅れてしまう方が多いんですけれども、それでもやっぱり溜めっていうものは非常に重要なポイントになります。でね、これがどうしてできないかっていうのに、割と勘違いしている人が多くて、どうしてもこれ抜けちゃう方ね。まあそういうのが多いんですけど、そういう人がね、まあ本当にこう、溜めができない。その人のね、特徴を3つちょっと解説してみたいと思います。1がグリップがゆるゆる。そして2が力の入れどころと抜きどころを勘違いしている。そして、3がですね、シャフトのしなりを感じていない人。この3つになります。ではね、三つの特徴をちょっとお話ししてみます。一つ目からね、グリップについてですね、グリップがゆるゆる。一つ目の動きですね。まあ、ゆるゆるって当たり前なんですね。確かにゆるゆるなんだけれども、常にゆるゆるの方が多い。そうするとインパクトからここでね、ほどけちゃうんですよ。しなりをこう、手の中でキャッチできている人っていうのは、ここでグッとね、硬くなるはずなのに、ゆるくなったままで降りてくれば、ここの時はしっかりと、ダウンスイングのところはしっかりと握ってなきゃいけないんです。これはね、ちょっとワンスピードで確認するとわかります。力入れてる方がしなる。これがね、抜けてる人っていうのは手首がこうね、動きに委ねちゃってる人ね。しっかりと握っているからこそ、しなり戻るわけです。だからダウンスイングの時にきっちりとしなっていることを意識するってことは、ここが今しっかり握ってるということ。だから、トップからダウンにかけての手首の圧力っていうかね、グリップの圧力って強くないとたまんないんですよ。手首ってね。そして二つ目。力の入れどころと抜きどころを勘違いしてる。で、どういうことかっていうと、テイクバックで入れて、ここで抜くんですよ。逆なんですね。ここで入れて、抜いて切り返す。そうするとほら、シャフトは手首に角度はついてるんだけれども、全くしなってないんで、クラブが戻ってこない。どっちかというと、ここで入れて抜くっていう感じですね。抜いてテイクバックをする。そして入れて、そしてまた抜く。この関係性ですね。なので、スタートでグッと力を入れちゃうと、もうまずいですね。テイクバックは、ゆるゆく握ること。いきなりこう力を入れて持ち上げちゃうと、溜めようと思っても、フェースが開いてしまうということです。そして三つ目が、シャフトのしなりを感じていないという方。もう、とにかくね、シャフトのしなりを全く感じてないと、もうまずいですね。だから、こう、ブロックした状態でね、棒のようにして振ってしまう方。このように、無知のように使えるかどうかがとても大切。ここでしなりをね、無知のようにクラブを使えるか。まあ、これはワンスピードなどで、素振りするだけでわかります。切り返してこのようにしなりを感じるように。
これは何度も連続スビルすればわかるんだけども、なかなかできないんですね。まあ、ということで、ための動きをね、練習する上でやってはいけない、本当にね、いけない動きっていうのがあって、それはね、まず形だけなぞろうとする人ね、このようにね。もうなぞっちゃダメですよ。こう手の中で全く圧力の変化がないんです、このようにね。この圧力の山突っ込んでったらもうクラブフェースは開くだけです。きっちりと手首にこう、圧力を感じる、切り返してしなりとかですね。このシャフトのしなり、ヘッドの重みをギュッて感じるときは強く握るから、シャフトをこのようにしなり、そのしなり戻りで捉えることができるんです。それはもうこのワンスピードでね、こうしなりを感じるようにして、ここで圧力の変化、ギュッとここで強くなるってことを理解する。これはもう何度も何度もこのようなワンスピードのようなしなるもので振っていくことが重要になります。だから抜いたところからキュッと入れるっていうタイミングを何としても手に入れてくれればためっていうのはできるから、もうどうしてもねためができない方ってここで力を入れてから抜くんですよ。抜いて当てるってこと、こう入れてから抜くんじゃなくて、ここで入れてもうあとはもうそのまんまためを作らないで捉えていく感覚をまず覚えちゃうんですね。これはもうなかなか治らないということです。僕自身の感覚的な動きで言うと、抜いてます。手広がってる状態でしょ、ここでね。抜いてるところから手を広げてる状態で、ここで入れて、ここで抜くっていうかね。まあ、こんなようなタイミング。ダメなタイミングは入れて、抜いて、入れるっていう感じでね。もう逆になっちゃう。入れて、抜いて、入れるっていう。そうすると どうしてもね、振り遅れるタイミングになっちゃうんですよ。なので、ためを作るタイミングっていうのは、スタートは緩く、インパクトのところで力が入り、また抜くという感覚になります。それでは具体的に4つのドリルを紹介します。1つ目、ワッグルです。で、2つ目が首の入れ替えとワッグルを揃える。そして3が、ワッグルと首の入れ替えと体重移動を揃える。そして4が、インパクトで待つ。この4つのドリルで解説していきたいなというふうに思います。1つ目はワッグルですね。で、この手の中でぶつけるようにね、こうぶつかり合う、手の中でぶつかり合うことをもうかなり振動するような感じですね。水かなんかペットボトルにある水を揺らすような、そんな感じです。で、この手グリップをゆるゆるにしないこと。あまりイメージはね、右手って考えないで、左手です。左手を揺らすようなイメージで、波打つように。こう、先端だけ動かすんじゃなくて、こう波打つような使い方ができると、ためができます。二つ目が首のワッグル。首の入れ替えとワッグルを揃えるんですね。首と入れ替えるんです。このようにね。こう何度も振っていくと分かるはずなんですよ。首とこう、逆に動く感覚っていうかね。同じじゃないんですよ。固まらないように。そうすると胸椎がこのように動いてくれます。そうすると、クラブを揺らしながら体幹を回すっていうかね、体を回す感覚と繋がりますから。そうすると残しながら球を叩く、ボールを叩く感覚。このようなイメージになります。このように首が逆に動いてためが生まれ、そしてヘッドが出てくるとき逆にまた戻ると。この逆に首とクラブの入れ替えをしていく。これがワッグルと揃えることが重要になります。そして3がワッグルと首の入れ替えと体重移動。3つですね。3つの動きを揃える。体重移動はこのように左に踏み込む。この時に一緒に動くんじゃなくて首は逆になるんですよ。このように。首がキュッて逆も向く。そうすると、うまく捉えることができます。で、この時にボールは打っちゃダメですよ。体重移動と首の関係性というと、一緒にヘッドが動いちゃいけない。この時首が逆を向く時、首は逆なんです。こうテニスのようにね。手首にためが生まれる時は首が逆。この関係性を理解してください。ここで打っちゃダメ。この後に打つんですね。ダウンスイングかけて、左に踏み込む。手首にためが生まれる。そんで首が逆方向。胸椎が回る。この関係性、まあ、体重移動をねしてもね、この時逆に、向きを首を逆にすることでね、手首に溜め込める、こんな感じですね。その後に捉えるということになるわけです。まあ、このね首周りがうまく動かないと本当のためって生まれにくいということですね。同じ方向に行かない。そうすると残る、まあ、いわゆる左の壁とかね、そういう風に考える方もいると思います。かなり極端にやってみるといいですね、このようにね。まあ、あまりやりすぎると首痛めるんでね、そこら辺は配慮しながらやってください。で、4つ目が、インパクトで待つ。この体重移動で、首がこう、クッと引き剥がされた後に、一瞬待つんです。ここで待たないと、
こうヘッドが戻ってこないんですね。溜めたものが戻る感覚。一瞬行っちゃうと、このようにね、一瞬待ちがないと振り遅れてしまうので、このヘッドが出てくる瞬間の待ちです。これはね、わかりやすく言うと、短く持って、この脇腹に当たる瞬間を待つってこと。グリップエンド今この当たった後に、この瞬間、壁を作って、ここで当たる瞬間ありますね、脇腹にね。この当たる瞬間が、インパクトということですから、その瞬間を待つんですよ。この時間を確保する。これがポイントです。で、4つのポイントね。ワッグルと、首と、首の入れ替えとワッグル。そして3つ目が、ワッグルと首の入れ替えと体重移動。そして4がインパクトで待つ。この4つの動きを理解すれば、ためっていうのができます。ではね、実際のスイングに入ってみたいと思いますけれども、まあ、ここは緩く握って、こう一瞬ね、インパクトのところは、緩くは握ってません。ここは緩い。ここら辺から強く握り始めて、ここですね、ここ一番パンパン。で、ここから抜けていくような感じになります。ね、ですから、ずーっとゆるゆるだと思ってる方はちょっと勘違いということ。そこを覚えていただくと、ためっていうのは簡単に、手に入るということですね。それではまとめに入ります。まとめは4つのドリル。ためを作る4つのドリル。まずはワッグです。ワッグルでまずは、このように手の中の圧力変化を理解してください。これで打てちゃいますね。まずワッグル。そして次は、首との入れ替え。これとワッグルを揃えてください。これでもボールを取られるとより少し胸椎が回るのでフォロースルーが綺麗に取れます。少しスイングっぽくなりますね。それに今度体重移動。ワッグルと首の入れ替えと体重移動を揃えてください。そうするとよりためができるし、体重移動もできる。で、この時打っちゃダメですよ。まだ打たないでギュッとためを作る。この後が重要。それが4つ目、インパクトで待つということ。この後待ってヘッドが出てくるので、ここの待ちが覚えれると、インパクトっていうのは、溜めても振り遅れないということです。そのためを作る上での重要ポイントは、このグリップエンドが、ここで脇腹にパチンと当たる場所。当たる瞬間体幹を止める、待つということです。ここまでがためを作る4つのドリルということになります。それでは、チャレンジドリルに入ります。チャレンジドリルでは、しっかりとしなりを作る。しなるときにどれぐらいグリップに圧力がかかっているかを理解する上で、このように動かないものをこう押す練習してください。まあこういうワンスピードの中でやるとよりしなりが感じられますね。このぐらい手に圧力がかかることを理解してください。切り返しのところですね。ここです。ちょうど切り返すところ。ここが一番力が入る。そこ以外は別に入れる必要性はないので、そこで圧力の変化。ここがインパクトのパワーを決めるんですね。ここですよ。ここのダウンスイングのところ、ここでシャフトを強くしならせてください。このように動かないものを何度も何度もギュッギュッと押して、その後に、このインパクトのところのダウンスイングのね、ここを意識できれば、このようにためを作ってボールを捉えることができます。シャフトに圧力をかけて、グリッププレッシャーを切り返して強めてボールを打つ。この練習でためを覚えてみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画を見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。